おはようございます。黒バラ軍団の次郎です。下見で見てた通り、酔い越しで打てそうな台が何台かございますので、朝一は入店してからリセット状況の確認からしていきたいと思います。では実践いってきます。前日この台なんですけれども、MB が並んでる状態で閉店迎えてたんで、もしかしたらこれ払い出しで14枚のベルが揃った場合、設定変更してないということになるので、いろんな台のこういった状況を見ながら、動いていきたいと思います。変更ですね。ボーナス当たってる状態の141アベシですね。これ一旦256アベシまで回してみます。今日ゼリーです。あ、オーラがレインボーになりました。191ゲーム195アベシ、オーラレインボーだったので、多分これは今日ゼリーからの直撃ですね。ホットゾロイ確定ですね。めっちゃ嬉しいです。ここの準備中も大事で、同じ純増 2.7 なんで、できるだけベルで50枚ぐらい稼ぎたかったんですけどね。ポンプ狙います。青カットいいんですけど、ナビ出てるんで揃います。ありがとうございます。7個なんで、平均ぐらい乗りましたね。今ナビ遅れて出てきたんで揃います。ありがとうございます。継続はなかったんですけど、レア役なしで普通に8個食べれたんで良かったです。31個の勝負玉でいきます。いいですね。4つで倒しました。多分スイカですかね。多分スイカだと思います。スイカからの SP 当選ですね。とうとう来てしまいましたね。豪勝派は避けました。今回の現象はちょっと強いですね。来ましたね豪勝派。14セットでした。出現が4回目ですかね。狙います。いいですね。4回目です。ありがとうございます。いいですね。平均以上9個です。これで合計54個なんで、万枚目指します。これ何回目でしたっけ。5回目ぐらいですか、6回目ぐらいですか、忘れましたけど、ありがとうございます。これもうカットイン何回目ぐらいですかね。とりあえず狙います。揃いました。13号、これで結構もうワンマンに近づいたかなと思うんで、コード行きました。ワンマン出しました。74セットです。では閉店時間が近いので流したいと思います。16578枚でした。
投資が1100枚、回収16578枚で、サマイがプラス15478枚でした。おはようございます。黒バラ軍団の光太郎です。花のケージにリセットでも据え置きでも狙える台がありますので、まずはそちらの方から打っていきたいと思います。前日212ゲームで閉店を迎えているんで、据え置きだったとしても、通常 A、B でも期待できるゾーンで、仮にリセットでも期待値あると思うんで、まずはこの台から打っていきたいと思います。出たんですけど、前日と出目は変わってないですね。おそらく据え置きではなく、リセットだと思います。解除なかったんで、次打てる台を探したいと思います。39ゲーム目で閉店されてるんで、とりあえず128ゲームまで、リセットかかってたとしても、背置きでも打っていけるんで、とりあえずこの台打っていきたいと思います。34ゲーム歌舞伎ブレイク入りましたね。解除しました。38ゲームですね。はい、それでは黎明の時消化していきます。今の黎明の時、総獲得枚数が494枚でした。はい、今4ゲームまで回したんですけど、即前兆の可能性もないですし、全国視察かなり弱かったんで、4ゲームでやめたいと思います。ART 27回引いてて合算が70分の1、マックスハマりが250ゲームぐらいで、結構軽い初当たり引けてるんで、それプラスバジリスクの島今日結構盛り上がってる感じなんで、設定に期待できると思うんで、設定カンパしながらこのバジリスク打っていきたいと思います。はい、現在655ゲームなんですけども、出玉のまれ、追加投資で現在総投資が8000になってます。天井も見えてきてるんで、とりあえず一応当たるまで追いたいと思います。847ゲーム、強チェリーから強チェリーからの当たりですね。追加投資して、総投資が1万5000円です。背景おもろなんで 50% 以上ですね。いや、やっとです。長かったです。強ベルですね。強ベルで一つストップしました。ありがたい。あー、ちょっと弱いですね。バジスクタイム88ゲーム258枚でした。はい、この北斗なんですけども、現在200安倍氏で、まだ初当たりゼロで、この台僕は朝一学訓チェックして学訓した台なんで、リセットということで、とりあえず256まで、回したいと思います。はい、249安倍氏で、ボーナス確定です。ヒーローラーですね。青ですね。はい、ありがとうございます。よし、あとは勝負玉4つ目で勝ちました。いやー、ラスト1本頼む。弱い。バトル9ゲームで、総獲得枚数が1087枚でした。投資900枚、回収が1112枚、サマイがプラスの212枚でした。黒バラ軍団のリノです。今回から実戦25ポイントを目指して頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。朝一はこちらの学訓チェックからしていきます。学訓チェックしていきますね。
学訓ですね。1代目出目も変わってないんで、一応こちらの学訓です。さあこれもリセットっぽくないですね。中間チェリーいっちゃったので、32ゲームだけ、様子見ようと思います。27ゲームエンサーってんすね。そろそろ終わりにするか。当たりましたね。31ゲーム宿命の時ですね。でこれの宿命の時は、獲得枚数508セット593枚で終わりになります。このマイジャグラーなんですが、前日前々日とちょっとへこんでるので、一応学訓チェックしていきたいと思います。で一応こちらの方が全部出目が変わってるので、一応1枚掛けして、3枚手入れで1ゲーム上がるか、見ていきたいと思ってます。で今手入れで1枚ずつを2回やったんですけど、1ゲーム上がってるので、前任者誰かが、こちらの学訓チェックはもうされてますね。なので次の台を探したいと思います。こちら鉄拳なんですが、当日122ゲームで今前任者が打ってる際なんですけど、前兆と発生してなかったので、前日合わせて251ゲームで、キングにして、前兆を確かめたいと思います。前兆が非発生なので、一応このまま、500のゾーンまで打っていきたいと思います。前兆始まりましたね。375ゲーム鉄拳ラッシュと総投手が4本ですね。この鉄拳ラッシュは、青棚ボーナス1回で129枚で終了です。サラリーマン番長の、791ゲーム余り、こちらの方を天井狙いで打っていきます。ステージェンからのチャンス目、842ゲームステージェンからのチャンス目なんで、結構熱いと思います。男の対決844弁当箱から対決。前兆続いてますね。871ゲームエンサー点ですね。875ゲームボーナス確定ですね。こちらまでの、当たりとなります。当たらない番長ボーナスです。この装填の件2なんですが、当日552ゲーム余っているので、こちらの方を天井狙いで打っていきたいと思います。この宿命の時は12セット総獲得枚数は850枚で終了です。1
1時間ぐらい、ホールの方を見てるんですけど、可動の方が上がる一方で期待値がある台がなかなか見つからないので、ちょっと時間の方も遅くなってきてるので、今回はここら辺で終了したいと思います。おはようございます。黒バラ軍団のタクです。朝は設定判別しやすいエウレカツバジリスクを狙っていきたいと思います。で、初戦なんで何としても勝ちにこだわって立ち回っていきたいと思います。では実戦の方よろしくお願いいたします。この台がっくりしなかったんですけども、滑り置きだとしても AT 絡まずにボーナス4回引いてて、でモード上がってる可能性もあるんで、ちょっとモード判別しながらこの台を打っていきたいと思います。142ゲームボーナスです。総投資が200枚です。あ、これラッキーですね。二角っすね。これでナビストック1個です。はい、そしたら、はい、モンスーのバトルいきます。オッケー。じゃ、これでとりあえず AT 確定しましたね。3も。4問正解で AT です。とりあえずストック2個はあります。はい、そしたらコーラリアモードいきます。枚数引き継ぎで、676枚です。まず4ポイントなんで AT2 個以上確定です。じゃあいきます。降格中、降格中のチャンスなんで熱いっすね。強水化からストックです。で、ボーナス中のストックは50ゲーム以上の上乗せが確定してるんで、これはラッキーです。多分これ強水化の分ですね。あ、2人出てきたんで100ありますよ。どうや、あれ、これ普通左ナビって出ないんですよ。だからちょっとなんか怪しいの揃う可能性があります。きった、来ましたよ。やりますよ、これから。聞いてやりましたよ。AT トータル1020ゲーム、4356枚です。朝一のエウレカ7-2ではフリーズを引いたり大量の上乗せができたりで運の要素が強く出玉につながりました。その後の立ち回りなんですけれども、期待値は稼げていたんですけれども出玉を減らしてしまうという結果になってしまいました。で、本日投資200枚、回収が3729枚、サマイがプラスの3529枚でした。いかがだったでしょうか。今回は若かりし頃の黒バラ軍団の映像をお届けしました。次回は JB アイドルたちの懐かしの映像をピックアップします。